社会福祉法人埼玉福祉会。彩福では身体障害者の雇用を創出していくことを基本理念に、障害者と健常者が一緒に働ける場を作り出すことを目的として事業を行っております。その中の一つに、図書館などに置かれる本に透明のフィルム、ブックコートを貼る作業があります。ブックコートフィルムを貼ることで本を色あせや日焼け、破損から守り、本を長持ちさせることができます。当会ではその作業を障害を持つ方と一緒に担当しております。仕事を始めるとき、誰もが初めは不安です。本の形は様々で簡単な作業ではありませんが、研修を積むことで仕事をするという充実感に包まれ、表情が輝いてきます。目標も立てやすく、この作業を通して物を大切にする意識も育ってきます。作業に慣れてくると仕事を任せられるようにもなります。確かなやりがいを感じ、誰もが自分自身の成長に気づくのです。障害者と健常者が一緒になって文化と福祉を創造する彩福。